日本の雑説の一つで、春分、秋分を中日とし、前後各3日を合わせた各7日間である。この期間に行う仏事を悲願会と呼ぶ。最初の日を悲願の入り、最後の日を悲願明けと呼ぶ。俗に、中日に先祖に感謝し、残る6日は、悟りの境地に達するのに必要な6つの特目、六原蜜を1日に1つずつ収める日とされている。 サンスクリットのプラムの意訳であり、仏教用語としては、ハラミツの意訳、イタリヒガに由来する。パーラミターをプラムいた、つまり、悲願という場所に至ることと解釈している。悟りに至るために超えるべき迷いや煩悩を川に例え、その向こう岸に、涅槃があるとする。ただし、ハラミツの解釈については、異説が有力である。浄土思想でいう、極楽浄土は、 西方にあり、一年のうちで二度、昼と夜との長さが同じになる春分と秋分は、太陽が真東から昇り、真西に沈むので、西方に沈む太陽を礼拝し、遥か彼方の極楽浄土に思いを馳せたのが、悲願の始まりである。昼夜、東西が平行になるお悲願の時期には、あの世へのゲートが開くと言われてきた。現在では、このように、 仏教行事として説明される場合が多い。それがやがて、祖先供養の行事へと趣旨が変わって定着した。しかし、悲願の行事は、日本独自のもので、インドや中国の仏教にはないことから、民族学では、元は、日本古来の土俗的な太陽信仰や、それへ信仰が起源だろうと推定されている。古来獣は、悲願という言葉は、方策を太陽に祈願する、 太陽信仰の言葉の日の願いが日願いとして仏教語の悲願と後から結びついたものであるとする民間習俗と悲願の名称とその時期とが結合して仏教行事になり祭祀習俗として生活の中に大きな存在となったと指摘する延暦25年日本で初めて仏教行事としての悲願会が行われた日本語記 延暦25年2月上に、毎年春分と秋分を中心とした前後7日間、今後を半年原見た行を、須藤天皇のために転読させたと怨念を沈めるためであった。そして3月17日に、朝廷の大上官から、ご機内七道諸国の国分寺の僧に、春分、秋分を中心とする7日間に、今後を半年原みつきょうを読ましむ命令が出ていて、これを命じた。 大乗寒布では以後恒例とするようにしていて、これが後に悲願会になった。日本で悲願に備え物として作られるボタ餅とおはぎは同じもので炊いた米を軽くついてまとめ、分厚く編んで包んだ10センチメートル弱の菓子として作られるのが今は一般的である。各地で手作りされていた時は様々なボタ餅やおはぎがあった。これらの名は 悲願の頃に咲くボタンと萩に由来すると言われる。日本の気候を表す寒陽区に暑さ寒さも悲願までがあり、残寒、残暑は悲願の頃まで続き、悲願を過ぎると和らぐという。徘徊では、悲願は春の悲願を意味し、悲願、悲願前、悲願過ぎ、中日は春の季語である。これに対し、秋の悲願は、秋悲願、秋の悲願という。 春のお彼岸は春分の日を真ん中にした前後3日の1週間を指す。秋の彼岸は秋分の日を中心に挟んだ1週間である。ちなみに春分の日と秋分の日がおよそ何日と曖昧に決められていることには理由がある。地球は太陽の周りを1年間かけて好転しているが、その時間は365日ちょうどではない。正確には365日と6時間ほど。 このため昼夜の長さが同じになる位置を地球が通過する時期もまたずれていく。例えば2015年の春分の日は3月21日だが2016年は3月20日である。ただそのままだとずれが広がるばかりなので4年に一度、うるう日を挿入してこれを防いでいる。ありがとうございます。